はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日のグラフィックデザインの歴史を変えたレジェンドはレスタービールさんです。レスタービールさんはヨーロッパの前衛芸術アバンギャルドから多大な影響を受けながらもタイポグラフィーのシュールレアリスト、まあ、超現実主義者と呼ばれ、アメリカが生んだ最も著名なデザイナーの一人であり、1937年にはニューヨークのMoMAで最初に個展を開いたのがこのレスタービールさんです。様々な広告やグラフィック、CI 計画によってたくさんの人たちにアメリカンドリームを提供するだけではなく、自身もそれを体現した人物でもあります。ビールさんは1935年に故郷のシカゴからニューヨークへ移ると、翌年にはオフィスはそのままコネティカット州のウィルソンへ移ります。タイム誌やシカゴトリビューン誌など広告プロダクションに関わり、1937年には初めて農村部の生活向上を支援する連邦政府機関の農村電化事業団のポスター3部作を作成しました。このポスターは注目を集め、水道、ラジオ、洗濯機、あと電灯などの電気設備がもたらす利益を農民にアピールしました。これは従来のアメリカのグラフィックデザインには見られなかった作品で、フォトモンタージュと原色を使ってメッセージを打ち出したところが型破りで鮮烈でした。ビールさんはまたそのキャリアの中で膨大な量の編集作業も引き受け、出版社マグローヒルの雑誌20冊分のリニューアルや2度にわたるフォーチューン誌の表紙デザインなどを手掛け、7年ほど製薬会社アップジョンが発行するスコープ誌のアートディレクターにもなります。1950年にはブルックフィールドにダンバートンファームと自ら呼ぶようになる大きな土地にあった隠れ小屋をオフィス兼アトリエとして改築し、スタッフを増やしてさらに大きなプロジェクトに携わります。そこのお客さんにはメリル・リンチ、キャタピラー・トラクター、ニューヨーク・ヒルトンなど有名な企業がいました。1960年に制作したインターナショナルペーパー社向けのコーポレートアイデンティティは完璧な企業イメージを今までにない手法で表現した点で、非常に分かりやすく先駆的な作品でした。今も使われているこのロゴマークとともに、ビールさんが考え出したグラフィックの綿密な取り扱いマニュアルは同業者が未だに参考にしているそうです。ビールさんはデザインを転職と考え、想像力を発揮するには生活環境を快適にする必要があると信じていました。田舎で働きながら暮らす方が調和の取れた生活を送れる。時にはニューヨーク市で刺激を受けることも必要だが、今の私には都会に居を構えて仕事に明け暮れることよりも、美しい静かな郊外の土地で想像力を働かせることの方がずっと重要に思える。どんな暮らし方をするかでどんな作品を生み出すかが決まるのだ。両者は密接に結びついていると述べています。